今宵はちょっとディープな天神アクター。乾杯。衝撃のエピソードが連発。お酒の力を借りて全部ぶっちゃけていただきます。5月1日に迫る天神アクター初のワンマンライブを前に、結成から1年4ヶ月が経過した今、リアルな思いをぶつけ合う。今宵全てを吐き出します。天神酒場放浪記。今日はもう言いたいこと言おう、酔っ払って。乾杯。乾杯。カモンベイベイ。うめえ。天神酒場放浪記1軒目は創業55年の老舗藤吉。地元の人から観光客まで数多くの人が訪れる焼き鳥の名店。おお、あー来た。お待たせしました。はい、おいしい焼き鳥。やったー、うまそう。まずは藤吉名物の焼き鳥の盛り合わせから。中でも豚の大腸を使用した弁天はこの店おすすめの一品。名物、うん、柔らかい。うわー、うまこれ。ハートホルモン、うんうん、足して2で割った感じ。焼き鳥の定番、砂ずりに酒田悶絶。なんかもうすっげえバリうめよ。なんだこれ。塩加減が強くなくていい。軽くなんか甘いね、うん、甘みがあるね。絶品料理に酒も進む。そこで今回はこんな企画で思う存分語り合ってもらおう。じゃん。お、天神アクターの番組が始まってから今までの歴史。ああ、振り返るんだ。なるほど、はい。天神アクターが結成して1年4ヶ月、ここでその歴史を振り返ってみることに。まずは全てはここから始まった260人の中から選ばれたイケメンオーディションの時の裏話から。ここでいきなり孫子の口から衝撃発言。俺あのオーディションの時期のサーレオは俺は嫌いだった。なんでかっつったらゴリが途中でこうダンスのセカンドステージね、そう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 、それを抜け出さないといけないみたいな、だから休まないといけないってなって、その時にお、すいません僕行ってきますみたいな、いゴリが言いよって、うん、サーレオがやったーっつった。うわー、サーレオみんなの前ででしょ。そう、その時にうわ、サーレオやばいなこいつみたいな。悪ふざけ、悪ふざけ。嘘だ、お前絶対黒いやろこの人。絶対黒いと思う。もう俺全員苦手だな。全員苦手。なんかもともと俺なんかサラリーマンっていうか普通の道がいいなってずっと思って、うん、当初番組への参加に乗り気ではなかった坂田。しかし親友の一言が坂田の運命を変えた。チャンスよって言われて、なんかまあチャンスそんなないけどさ、もうやってみるかっつって出て、ゼップ出て、その次のちょっと待ってや、もうもう、まあ、結構俺の話がねつまらなかったね、ごめんなさい。いやいや違う違う、でもやってみたらステージはやっぱ好きやなと思う。うん、カメラとか、あ、苦手やったんや。好きじゃなかった。意外な過去が明らかになった坂田。名物の馬刺しを食べて元気になりなさい。いただきます。あ、うまっ。あ、うまっ。あ、うまい。ネギと一緒に食べると美味しい。馬刺しうめー。うまっ。とろけ、もうとろけちゃった。そして2015年4月天神アクターシーズン2がスタート。この頃メンバーの中にもようやく信頼関係が築かれ始めていた。シーズン2の時マークさんやばかったね。なんか爆発的に、みんなマークさんに頼っとったもん。確かに。マークさんが俺まあ大丈夫って思えたもんね。笑いの神に愛された男マーク、駆け出しで不安なメンバーの心の拠り所になっていた。川釣りのさ、あーあれね、あれマジミラクルだと思った。俺反対側の岸でさ、翔一郎とずっとってさ、うん、うわマジ神舞い降りた。持ってるなこの人って思って。なんだろうねあの時。そして2015年6月、ここであの男に最大の試練が待ち受けていた。夏前やろ、6月なんだろう、え、なんっけ、
何かあった？こちらです、オープン。お前のせいでみんな悩んだわ。いや本当に巻き込んだよ、うんうん、ごめんねあの時は。当時大学3年生の沢柳は就職か芸能活動を続けるかで悩んでいた。まあ確かにこの世界で厳しいっていう、うん、厳しいよ、うん、だからそういうことをいろいろ考えて、このままでいいのかな自分みたいな。一時は脱退を考えた沢柳を熱心に引き止めたメンバーがいた。一番引き止めてきたのはゴリだね。ゴリか、うん、ゴリ、うん、ゴリはいつ死ぬか分かんないじゃないですか、うん、だってその日はその日しかないし、明日は明日しかないし、うん、思いっきり楽しんで生きた方が絶対楽しくないですかって、うん、一日一日を大切に生きていく、まあ、僕は大切にしてますって、うん、言われて、あいついいやつやな。この場を借りて感謝の思いを伝えることに。何してんの今？え、今ジムです。ジムをやっぱジム。何電話したんですか？いやまあ、サワリョウがさ、サワリョウ、なんか言いたいことあるって、お前に言われたことが、はい、すごいグッと来て、はい、お前の言葉に助けられた。このままで良かったんだなって思えたのも、はい、お前のおかげだなって思うから、うん、ありがとう。